花房さん結構なんかちょっとずれてない？え、エッチなの出てこないよね。さすがにないか。立花ひなのちょっといい、なんかほんとイメージ違ったんだよな。ねえねえ、こっち来て。え、ちょっと俺じゃないよ。俺が笑った声じゃない。やっていきます。意外とうまそうでしょ。すげえ、すげえおもれい人がいる。はじめまして、スタミさん。下の脱毛には興味がありますが、出資はしますのでやってみませんか。出資する理由はアホなことにお金を使おうと思ったからです。え、俺の下の毛の処理にお前がお金を出すってこと？どういうこと？なんでお前に、なんでお前が俺の下の毛の処理にお前がお金を出すの？下の脱毛なんて知り合いに面白いからやってみとは言えません。スタミさんは美容好きなのでどうかなと思って、友人がガンで亡くなって、心の底からアホなことを提案してみたいなと思った次第です。おい、急になんだよ。おい、急になんだよ。いきなり方向性変わったな。まあでも、別に出さなくてもらっても大丈夫だし、下の毛の脱毛はおもろいことじゃないから。ちょっとずれてる、まず。パイパンおもろいことだと思ってないか。おもろくねえよ、別に。スタさん、僕も女の子にモテようと思って1年前からベースを始めて、この間初めて女の子に演奏して見せたんですけど、手の動きが虫みたいでキモいって言われました。悲すぎる。そんなゴミみたいな女ほっとけよ。お前の1年の努力をね、少しも考えれない発言をする女なんて、なんでお前そんなやつに披露したんだ。本質が見れてないゴミみたいな女につきまとうな。そんなん多いな、 DM が。本当にメンヘラ多すぎるわ。メンヘラ DM ちょっと多すぎる。メンヘラアドバイザーになってるわ俺最近。メンヘラ王選手権。なんでメンヘラ王選手権ってサイコパスすぎない？何それ。いや俺でも考えつかなかったわ。違うの隠すぎんだろ。メンヘラ王選手権、今まであったメンヘラで一番良くないエピソード教えてください、皆さんの。で、俺がやみそう、マジで。だからその対戦式、俺がやみそうじゃない？ババ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 って切られてるさ、腕、こんな感じって見せられてもさ、そういうことメンヘラ選手権ってっていう。笑えんそうなんだけど、マジで。俺が一番きついわ。配信で見せられるかどうかのさ、その線引きをしないといけないから、チェックしないといけないじゃん。あいつはちゃんと切ってるからな。自分のことメンヘラだと思う人は試しに送ってみて。配信後にチェックしてみるわ。私のなんかメンヘラエピソードこんなあります。こんだけ依存しましたとか。こんだけ好きな人がいたんですけど、こんなことしちゃいましたとか。メンヘラ王選手権は、カイジの遊びだな。V にいそう。V にいそうで思い出した。俺、この前さ、俺、花房さんのさ、花房さん結構なんか、下ネタチックなことも話すし、キャラクター設定、お姉さん系だと思ったんだけど、清純そうなキャラクターだったね。ちょっとずれてない？ずれてる人、あの人もそう。俺、CR カップ出てる時に、ヤクザの総長の彼女みたいだなと思ったの。立花さん。なんか言うことかっけえし。なんか喋り方、ちょっと、男チックというか、ちょっとなんかね、男の俺からしても、なんか喋ってるとこかっけえなって思うの。で、見に行ったら、なんかメンヘラ新宿女子みたいな ビジュアルでびっくりした。ヒカルみたいな髪型してたもん。こっち黒でこっちピンクだった。その二人が一番びっくりしたね。なんか、いや、ほんと、花房さんはマジびっくりした。聖母みたいなキャラだったもん。森の多さ。森を守るエルフの王さんみたいなビジュアルだったから、それが下ネタ言ってるからさ。V スパーってこと俺知らなかったんだよ。その GTA 配信が終わった後、花房さんに、V スパーですかって確認取ったら、そうですよって言ったから見に行ったんだけど。V スポの人は俺あんま知らないんだよな。V スポって公式サイトあんの？なんだかんだ俺、二次三次とかよりも V スポの人と最近なんか遊ぶことが多いんだよな。全員鉄砲持ってる。え、エッチなの出てこないよね。さすがにないか。メンバー。え、擬人化なの？
え、これ擬人化なの？え、見てほら。え、ウィンチェスターだから褐色なのこれ。違うんかい。なんやねん。なんやねん。このビジュアルじゃないんだよな。なんかね、死んでる目のアバターない。これ、これ。これ、下ネタ喋んねえだろ。これ。これだぜ？これで、ブワッハッハーって笑うんだよ。どういうこと？ちなみにデザイン誰が一番好み？うわ、俺ビジュアル誰が一番好みなんだろう。で、俺ビジュアルだけ言うと、加賀すみれさんかな？笑ってなくてなんか透かしてるような感じが好きだね。ビジュアルで言うと。中身ちょっとあれだけど。あんまちょっとしか関わったことないからわかんないけど。あれだけどって言い方違う。俺の言葉が出てこなかっただけで。違う。そういうのじゃなくて。ラストでちょっとしか関わったことないから中身はあんまわかんないけどって話ね。なずなさんもちょっとラストの中で関わったことあるかな。で、これ、やっぱ、立花ひなの、ちょっと、なんか、ほんとイメージ違ったんだよな。姉子キャラかと思ってたよ、俺。なにこれ？これちょっと怖くね？この URL 踏まない方がいいかもしんない。これなんだ？これ誰か踏んどいて。なにこれ？あ、そういうこと？そういうこと？配信の中の声を切り抜いてってこと？これ。すごいね。ちょ、BGM 切るわ。ねえねえ、こっち来て。え、ちょ、俺じゃないよ。俺が笑った声じゃない。俺が笑った声じゃないよ、今の。何を放棄してんの、この人。え、放棄してる？普通に。配信で。つながりがなさすぎて、頭混乱するんだけど。ねえ、こっち来て。放棄。すごいな。なんでもありなんだな。これは面白い。この、この音声おもろすぎて人殺してるってすぐ分かる。うおっウケんな。ねえねえ、こっち来て。ちょっと待って、意味が分かんない。本当にこれ何？これ何の流れ？これどういうくだり？すげえな、これ。謎なのがおもろいわ。謎なのがおもろい。こっち来て。俺がなんかこういうの欲しいとしたら、あの人はあの欲しいな、やっぱり。笹ボタン。一興だと思うけどね。逆になんで笹ボタンがないのかって話だけどね、これは。山マットあったけど、多分本人が嫌がって消すと。ええー、なんで？じゃあ多分ボタンも作れないや。山ワールドが展開してるのは許さないんだ、それ。笹ティックのブランディングまでいかないと思うけどね。単純に嫌いなんじゃない？恥ずかしなんじゃないの？黙認してたのに配信で言う人多くてアウトになりました。これ。人創作はそういうの言っちゃいけないからね。大なり小なり。ササテックにも任天堂にも言っちゃいけないから。公式に黒くなったら黒なんだから。そういうのって。あー、トロちゃんボタンないの？トロちゃんボタン。トロちゃんボタンマジで欲しいな。無料だろ。まあ無料ではないよ。てか、お前らバキドウ知ってる？バキドウ。もうおすすめがバキドウだらけになっちゃったんだけど。俺がおすすめのバキドウを見せてあげるよ。祈祷と包皮の間に陰毛が入り込む何現象という？巻き込み現象。上原愛は何人から逃げていた？100人。いや。108-39、答えは何？64。違う、69。セックスする前に切っておくといいのはどこ？切って
ちょっと待って、ホーヒー巨人師匠が陰謀だらけの部屋を見て言うセリフは、パンパンだおもろい、もうおもろい、マジでおもろい。あー、最近俺ずっと見てる、バキドウさん、おすすめです。